じゃあ今日は会議で皆さん集まっているので、各会議出席の店長たちのスタイルを、紹介していきたいと思います。岩田さん、今日のこう服装のポイントを教えてください。あ、今日ですか。今日は、まあ、あの、まあちょっとシンプルにといいますか、まあ、全体、まあ、ジャケットをメインにコーディネートを考えて、まあ、ジャケットに入ってるブラウンっていうところでパンツも少しブラウンで靴もブラウンで、まあ、ブラウン下がちょっと濃いめのブラウンなんで、インナーは少し明るめのグレージュの、まあ、カットソーというかニットにしました。まあ20度前後の気温なんで、こういった、まあ、コートはもう逆にいらなくて、今ですともうジャケット1枚に、まあ、シャツ1枚か、まあ、こういうニットハイゲージぐらいのニットが、まあ、心地いい季節になったかなっていうところではあります。また僕の場合はちょっと新幹線で移動しているので、まあ、スーツでカチッてっていうのもあるんですけど、まあちょっと移動っていうところも含めてジャケパンっていうところでさせていただいてます。はい、はい、じゃあ今日のスタイルを。はい、今日天気にスーツ着ようと思って出張に来ました。まず基本はスーツを着よう、ビシッとタイドアップして、でもちょっと移動でしまうので嫌やし、モヘアモノを着て、まあ白にならないちょっと自分なりに生地を選んだんですけど、まあ、ちょうど天気もいいんで太陽光に当たったらこう表情が結構変わるんで、まあ、そういうのもちょっと奥行きが出ていいかなと思います。いいブラウンですね。ありがとうございます。なかなかちょっとこうちょっと夏先取りでちょっと明るめのブラウンっていうのがいいですね、はい、ちょっと白使いたかったんでちょっとクレリックで白と、あとタイもちょっと白ベースにしてちょっと爽やかにしてみました。寝は爽やかないかもしれません。バッチリ、はい、マイブームでちょっとこうエナメルの靴最近ちょっとモヘアに使うようにしてるんですね。ちょっとこう同じような光沢がちょっとこう出るような感じで、はい、まあ、ちょっとしたマイブームです。いいですね、エナメルの靴、はい、まあ、一般的なセオリーからするとちょっと違うんですけど、あえてこれを遊んでます。この辺はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日の平見さんのスタイルを。あ、はい、まあ、今日はまあ、春なんで軽い生地で、シンプルにミディアムグレーのシャークスキンのスーツに、まあ、スーツですから、まあ、こうひねりのない王道のスタイルで今日はまとめました。まあ、唯一言えば、靴が、まあカーフではなくてコード版っていうところが少しスーツの中で、まあ、ちょっと崩してるかなという感じです。あとは、まあ、最近はスーツはもう本当にシンプルに着るようにしているので、まあ、こんな感じです。シンプルイズベストっていうところで、スーツに関してはもうシンプルイズベストですね。ただ気になったのがこのコード版のボナフェの靴ですね。はい、これはすごいいいやつです、ね、これ懐かしいっすよね。もうこの色だってなかなかね、奥野さんも当時あれでしたけどなかなかなかったんで、そうですね、はい、もう即買いでした。これはチェリーカラーというかね、あのカラーはよくあるんですけど、この薄いカラーリングのコードはなかなかないので、まあ、出ても大体オール電車の方に持っていかれるので、うん、まあ、こういうヨーロッパの、ね、イタリアのボナフェが、ボーインのコード版を使うなかなか珍しいタイプだったんで、他の社員もね買おうとしたけど買えなくて平宮さんだけ買えたっていう一品ですね。すいません、セールストークにもう心躍らされて買いました。奥野さんの話聞いて買うしかないという感じでしたね。ちょっとこだわりの靴にこうシンプルなスーツスタイル。はい、そうです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ今日の竹野内さんのスタイルをお願いいたします。はい、今日のコーディネートはこのネクタイですね。これも今シーズン購入した、リングジャケットナポリの、
縄柄のネクタイなんですが、このネクタイ非常に気に入っておりまして、このネクタイを中心に、コーディネートを組んでみました。ちょっとこのモチーフが、まあ、僕個人的にはちょっとこう90年代に流行ってたあのクリストファー・ネメスのこう印象だったんで、まあ、ちょっとこの、まあ、ネメスだってクラッシュデニムも結構あのコレクションとしては有名なんで、なんかこのネメス的なこう個人的な解釈のネクタイに、クラッシュデニムを合わせて、まあ、一応今日会議だったんで、上から、ブレザー羽織って、まあ、テーブル上だと適度にきっちりして見えるような感じでコーディネートを組んでみました。で、癖のあるちょっとこうネクタイなので、個人的にはちょっとこう特徴的なネクタイを締めるときには、足元のシューズもちょっとデザインが、変わったもの、あまりこうシンプルでプレーンなものに、特徴的なネクタイを合わせるんじゃなく、こう、まあ、足元とネクタイちょっとこう連動するような形で凝ったモチーフのものには、ちょっと変わったデザインのシューズを合わせるようにしております。あとこのブレザーもすごい気に入ってますね。ちょっとこう天の弱なブレザーで、まあディティールもパッチ&フラップの、袖ボタンも、まあ、ちょっとこうブルックススタイルで2インチ1インチの、2つボタンのメタルボタンを貼っているんですが、通常だとまあセンターフックで作るところなんですが、サイドベント、あと雨降り袖でちょっとこう、まあまあアメリカではなくちょっとイタリアの要素も入れて、天の弱なこのディティールのブレザー、これは非常に気に入っております。まあ、だとあまりコーディネートそこまで深く考えて着る方じゃないんで、もうこれぐらいの内容になります。ちょっとこうアメリカンな雰囲気を入れているのが竹野さんらしい。あ、そうですね、スタイリングですね。アメリカっぽさをちょっと入れております。まあズバリアメリカじゃなくて、それをちょっとこう違った解釈も入れてっていうのが、そうですね、いいですね。まんまアメトラではなくちょっとこうイタリアの要素もミックスしながら着ております。まあ意図はしてなかったんですけど、こうクリストファー・ネメス的なっていうネクタイの解釈もまた面白いかなと、はい、そうですね。まあやっぱりファッションってこう、まあ、作り手の思いももちろんあるんですけど、うん、着る側の人間のこう思いというか、そうです、ね、解釈の仕方で、うん、まあ、いかようにも変わってくるというのが、ある意味ファッションの楽しさでもあるので、そうですね、すごくまあいいかなと思います。